さて、彼らはどう動きますか。シギ様はどうするんですか。今考えています。ですが、私を騙し裏切る者には相応の報いを受けてもらいますよ。僕が玄武の尊。マリコ、頭おかしいんじゃないの。確かに戦力的に言えば妥当な提案ですが、我々と彼女たちは炎と水、決して交わらぬ者同士ですよ。ほら見ろ、俺たちは俺たちだけでできるんだからさ。あんな奴らの手を借りるなんてことはありえないよ。当たり前さ、シギ様が行くって言うんだから、俺が行かないでどうするんだよ。それって、俺じゃ力不足って言いたいの？
ってたじゃないか。七星士たちと一緒に行けって。俺じゃシギ様を守るのもマリコを守るのも力不足なの。マリコは…マリコは…俺が…別に大丈夫だよ。別に逃げてるわけじゃないぞ。マリコが信用してくれないから。マリコがいなくなってから心配したんだ。だってお前弱いんだもん。俺が守ってやんなくちゃって。違うぞ。シギ様に面倒を見ろって言われたから見てるんだからな。強いんだぜ。シギ様の次だけどな。大丈夫。マリコのことは俺が守ってあげるよ。俺、ちょっと見回ってくるよ。
リコと一緒に歩いてるとなんか嬉しいよ。って暖かくて柔らかいよ。なんで？マリコ、お母さんって知ってる？俺にもお母さんっているのかな。うん、知らない。でも俺にはマリコがいるからいいや。だってこんなに安心できるんだもん。Thank you.
匠、こんなところに何をしに来たのです？お前、教師様のところにいたんだろ？何しに来たんだ？マリコをもらいに来た。第五教団の手先だったようです。早々に帰っていただいて正解でした。それにして一人で来るとは随分と自信があるのです。マリコ、来てくれるよね？あんまり暴れないで。あんまり暴れるとほらサクッと刺しちゃいそうだよ。シュラ、何をしているのですか？お前の相手は俺だ。シュラに何をしたのです？何もしていない。本来の姿に戻っただけだ。連れてく。